エルキンズは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州東、パンハンドル地域にあるランドルフ郡に位置する都市であり、同郡の郡庁所在地でもある。エルキンズは1890年に法人化され、ウェストバージニア州、選出アメリカ合衆国上院議員スティーブン・ベントン、エルキンズにちなんで名付けられた。2010年国勢調査での人口は7094人だった。市内には、 デイビスウィルキンズ・カレッジがあり、また、毎年10月初旬には、マウンテン州森林祭が開催されている。エルキンズ氏は、タイガートバレー川の屈曲部片らに位置し、アメリカ合衆国上院議員ヘンリー・ガスウェイ、デイビスやスティーブン・ベントン・エルキンズによって開発され、1890年に、エルキンズにちなんで名付けられた。1899年には、 ランドルフ軍の軍庁所在地になった。町の設立者が鉄道線を誘致し、炭鉱を開き、製材業を起こした。さらに1889年には、ウェストバージニアセントラルピッツバーグ鉄道をエルキンズに誘致し、1890年代後半は、広大な領域を工業開発に開放した。1904年、ランドルフ軍庁舎が完成した。 建築家ヘンリー・ホブソン・リチャードソンのリチャードソン・ロマネスク様式で建てられている。鉄道が拡大するとエルキンズでは贅沢な旅客列車を運行した。1930年、毎日18編成の旅客列車がエルキンズを発着した。旅客列車は1958年に廃止になった。デイビスとエルキンズはそれぞれハリー・ハーストとグレースランドと呼ばれる高級的な 住宅を建設し、街の眺めが明るく絵のようになった。今日のエルキンズには、活動的な経済開発当局、商工会議所、中心街の企業組織、さらには、多くの社会、友愛、サービス組織があり、毎年数千人の観客を呼ぶ、マウンテン州森林祭などの行事を講演している。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。エルキンズはタイガートバレー側とリーディングクリークの合流点に位置する。平均標高は2000フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は3.43平方マイルであり、すべて陸地である。エルキンズは、市の東にハイアレゲーニーに広がる広さ9 1万1 5 5エーカーの 保存地、モノンガヒラ国立の森の本部である。1995年、ノーマン・クランプトンが表したアメリカの小さな町百穴第2版では、エルキンズを国内の特別な場所に加えている。クランプトンは、インターマウンテンの名誉編集者エルドラ、マリー・ボリアード・ナザムの、エルキンズのどの通りに立ったとしても、あらゆる方向を向いて、森に覆われた山が、 死の周囲を囲っていることを見ることになる。とても信じられないことであるという文章を引用している。エルキンズはアメリカ国道33号線、道219号線、道250号線が交差するところにある。国道33号線の西行きは4車線の高規格道路の回廊エッジであり、ウェストンで週間高速道路十九号線と接続する。回ッジを エルキンズの東に伸ばし、バージニア州ストラスバーグで、週間高速道路81号線に接続させる、長期計画がある。エルキンズ・ランドルフ群空港は、長さ4000フィートの滑走路2本がある、地域空港である。この滑走路は少なくとも500フィート延長する、計画がある。地域の需要増や連邦政府が利用する機会が増えていることに対応するために、 空港施設を拡張する計画もある。ありがとうございます。